なきゃならねえことがあるんだ。落ち着いて入らせてくれよ。自慢されてからずっと来たかったのよね。はあ、気持ちいい。日頃の疲れも癒されそう。お、その声はユンユンか。はい。どうしてダストさんの声が。やっぱりユンユンか。垣根の向こうが男湯になってんだよ。お前も日頃の疲れを癒しに来たのか。ですけど、お互い気ままな一人旅、ここで会ったのも何かの縁だし、楽しくやろうぜ。楽しくって、あとでもしかしてご飯とか。それも悪くないが、ユンユン、こんな言葉を聞いたことないか。裸の付き合いをすることで友情がより深まると。生まれたままの姿で語り合うことで自然と心の距離も近づくのさ。そう、友達を超え親友になるんだ。さあユンユン、共に温泉で友情を深めようじゃないか。ってことで友情を超え、この垣根も超えて。私を出しにして女湯に入ってこないでください。ライトニング。これ式で負けるか。ユンユンがいいって言ったという名目で俺は堂々と覗きよう。ダメです。カースドライトニング。あはあ、せっかくの温泉なのに逆に疲れちゃった。裸の付き合いなんてまだ早いよ。でも今度はめぐみんと一緒に入りたいな。この巣場